フロリダ州シーサイドニューアーバニズム新都市主義は1980年代後半から1990年代にかけて主に北米で発生した都市設計の動き。ヨーロッパではコンパクトシティ、イギリスではアーバンビレッジが同様の概念を打ち立てている。1980年代にそれまでの自動車中心の郊外住宅開発に対する批判から ニューアーバニズムが唱えられるようになった。伝統回帰的な都市計画と言われ、鉄道駅を中心に商業施設や住宅地がその周りを囲んでいるといった都市モデルが想定されている。過度な自動車依存を解消するための鉄道やバスなど公共交通を基本とした都市構造である。ポートランドなどで鉄道駅を中心にパークライドなどの計画が進められている。 ニューアーバニズム主義者は、土地利用に関するすべての側面を改善することを、目的とし、地域レベルから、地区レベルまでの都市計画や、都市設計に影響を与えている。開発、再開発や再生などの事業を通し、人間規模の食住近接型街づくりを目指している。交通は自転車や公共交通を車より優先させている。ピーター・ガルソープ。 アンドレス・デュアーニラによって、アワニー原則が提唱され、ニューアーバニズム検証にまとめられた。メキシコ湾に面したフロリダ州、シーサイドのプロジェクトがニューアーバニズムの実践例として、よく知られている。シーサイドを DPZ がデザインの基本とした考え方は、古き良き時代のアメリカ、歩いてゆける規模の街、デザインコードの統一などであった。 32ヘクタールの敷地に整然と区画された街路に沿って350個の住宅、200の集合住宅、ホテル、店舗が配置され、統一された美しい街並みが続いている。映画、トゥルーマンショーのロケ地としても有名になった。同様の制作は日本でも試みられているが、コンパクト式という言葉が多く使われるようになっている。青森市、仙台市、 稚内市をはじめとした東北、北海道の都市と神戸市がその事例である。ニューアーバニズム理論の特徴と変容に関する研究、佐々木博之、佐々木隆人レイチェルがアーバーイン、地域、ニュージャージー州ニューアークのサイエンスパークは、また一歩前進取り。ニューヨークタイムズ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 0 5 2 7 1 1 4 3 0 6 h t t p w w w u m d n j e d u c o m r e w e b d v i n i t i a t i v e s h t m 教師の村プロジェクトは歴史的なハードルを通過。スター元町2010年3月3日 2010年8月8日閲覧。http コロンスラッシュスラッシュ w w w c r e e k s i d e g a h a n n a c o m スラッシュニューアーバニーズム最新事情化。町並552007年3月号、住宅生産振興財団。ありがとうございます。